どうもこんにちは、マイクラやってるかい？みんなアサギの研究所見てる？毎回カエモンが冒頭で変なことを言うんだよね。あれってどう思う？知らないよ。って人はぜひアサギの研究所の動画を見るといい。私的には。って感じ。いやどういう感じやねん。では、都市伝説見ていこうかね。一人のプレイヤーが古代の残骸を集めるためにネザーへ行ったんだ。当然古代の残骸は探すのに結構時間がかかるため、プレイヤーは食料やアイテムをなるべくたくさん持って行った。しかし、そこでとんでもないものを目撃してしまう。その様子が映像に残されているため、見てみよう。映像はプレイヤーが、ネザーに入るところから始まる。周りにはネザー要塞と玄武岩デルタがあるぜ。立地はすごくいいな。どうやらプレイヤーはネザーに行くのは初めてではないようだ。前もって掘ったところがあるようで、そこへ向かっていく。はしごで降りていくと岩盤のところまで掘った地下空間が出てくる。ラージチェストを開けてみると、中にはなんと、大量のブロックがあるぜ。ネザーラックや砂利、玄武岩といったブロックがある。ここまで掘った時にそれぐらいの量のブロックが出てきたんだろう。もしかしたらプレイヤーはかなりの作業好きかもしれないぜ。すると、プレイヤーは火打ち石と打ち金を取り出して、近くにあった TNT に着火。TNT は大爆発。しかも一度だけではなく、いくつもの TNT が連鎖して爆発するぜ。たくさんの TNT で周囲を一気に爆発し、それで古代の残骸を集めようという算段なんだな。古代の残骸なら爆発にも耐えられるから、効率がいいぜ。だけどラージチェストが壊れちまったな。なかなかうまくいかないもんだ。とりあえずプレイヤーは作業を進めていく。どこまで破壊できたのかは目視で確認し、その後で破壊されたチェストを直していくぜ。その後はもうツルハシで掘りまくりだ。掘ってはブロックをしまい、掘ってはブロックをしまいの繰り返し、かなり時間をかけて、古代の残骸が1個か2個見つかるレベルだ。この作業をプレイヤーは数日間続けたぜ。そのおかげで、なんと古代の残骸が1スタック近く手に入れることに成功。これはとてつもない成果だな。しかし、お前は古代の残骸を見つけすぎた。覚悟しろ、という文字が突然出てくる。こんなもの、普通は出てこないはずだぜ。文字が消えると。妙な空間にテレポートさせられてしまう。それだけじゃない。インベントリのアイテムと経験値が消えてしまった。近くの看板には、高すぎると死ぬというよくわからない看板。さらに妙な赤いブロックが散らばっている。それを拾ってみると、古代の肉という不気味なアイテム名が出る。気味が悪くてそれを捨てるぜ。すると、空中に何かが飛んでいるのが一瞬見えた。ガストみたいに見えたな。じっくりと空を見上げて探してみるが、すでにいないぜ。同じ場所に突っ立っていてもしょうがないため、歩いてみることに。そのエリアは結構広くて、歩いても行き止まりが見当たらない。まるでネザーに似た別のディメンションのようだ。だが探しても特別アイテムは見つからない。あるとしたらポツポツと生えているキノコぐらいだ。キノコがあったところで何かできるわけではないな。またしばらく歩いていると、妙なものを発見。周りには何もないのに、そこにだけポツンと立っているのが、なんだか気になるな。何も起こらないためキノコを取っていると、ガストが突然出現。いや、普通のガストではないな。黒い模様が入っていて、恐ろしい形相をしている。そいつは何かをするわけでもなく、空中を浮遊。プレイヤーは隠れて様子を伺うのだが、奴に気づかれて追いかけられる。必死に逃げていると、奴はどこかに飛び去ってしまう。助かったのか？と思っていたら、お前は肉になる、という文字が浮かび上がる。そして画面がどんどん赤くなり、画面が暗転。その後は映像には残されていないが、プレイヤーのスキンは赤いブロックに変えられてしまったみたいだ。何度もスキンの変更を試みたみたいだが、なぜか変えられなかったという。話はこれでおしまいだ。古代の残骸を集めすぎたから、肉塊になってしまうというものだな。あまりにも突飛な話だからなんだか信じられないな。あの謎のエリアに出てきたガストは、プレイヤーを肉塊に変えてしまう万人のような存在なのだろうか？古代の残骸とガスト、関係性がないように思えるが、実際にはわからないな。あのガストは、グナーレットガストと呼ばれているぜ。みんなも、古代の残骸の取りすぎには気をつけよう。続いては、スマホ版マインクラフトをプレイしている、プレイヤーが残した映像からだ。その方は自身のワールド内に邸宅を作り、のんびりと暮らしていたのだが、とんでもないものが映り込んでしまう。その映像を見てみよう。動画は室内から始まるぜ。どうやら邸宅はすでに完成しているようで、中には村人もいるぜ。だけどゾンビなどの敵モブも湧いちまっている。そいつらを剣で倒しながら安全を確保していくぜ。敵モブを倒した後も中を歩き回っていろいろ見ていくのだが、本当に広い邸宅なんだよ。それぞれの部屋に繋がっている廊下があれば、水槽や動物たちが暮らす農場のようなものもある。知らない人がこの邸宅に入ったら迷ってしまいそうだな。歩き回った後、
プレイヤーはチェストからエンダーアイを取り出す。どうやら要塞探しに出かけるようだ。出かける前に、村人たちを確認。特に問題なし。次はペットたちの様子を確認。こちらも特に問題なしだぜ。どうやら出かける際には必ず確認しているようだ。確認が終わったところで探索に出発。要塞までの道のりは、すでに確保しているみたいだ。砂利ブロックで目印を立てておいた洞窟に入っていくぜ。あっさり要塞に入って、中を探索する。その時だった。突然エンダーマンがやられる声が聞こえてきたぜ。先へ進んでみると、不気味なエンダーマンがそこにいた。驚きながらもなんとか応戦するのだが、そのエンダーマンにはなぜか攻撃が通じない。このままじゃやられる。そう思っていたら、突然あのエンダーマンは姿を消してしまうぜ。プレイヤーが戸惑っていると、再びエンダーマンが出現。しかも今度は何体も出てきているぜ。多勢に無勢だと理解したプレイヤーは逃げることに、とにかく来た道をたどることで、逃げることに成功するぜ。ひとまず落ち着きたいと思ったプレイヤーは邸宅へ戻ることに。しかし、邸宅にも異常事態が起きていた。入り口に TNT が大量に置かれているんだ。取り除こうとした次の瞬間。あたりはめちゃくちゃになってしまった。跡形もなく爆発してしまった。一緒に住んでいた村人、ペットたちまでも犠牲になってしまったんだ。彼らは何の罪もないただのモブ。あまりにも無ごたらしい仕打ちだ。プレイヤーは状況を理解するのに時間を要した。だが、奴はそれを許さない。あのエンダーマンが再び出現するぜ。プレイヤーは怒りのまま剣を振り回す。だが、攻撃は全く通らない。最後まで勇ましく戦ったが、やられてしまう。その直後にワールドがクラッシュ。プレイヤーはもう一度マインクラフトを立ち上げてみたところ、ワールドは普通にあった。だけど、同じような目に遭いたくないため、二度と入ることはなかった。話はこれで終わりだ。プレイヤーを襲ったエンダーマン、血を浴びたような見た目になっていたが、なぜ突然襲ってきたのだろうか？動画を見る限りじゃわからないな。今までの都市伝説であれば、何かしら条件があった上で、怪奇現象が起きたり、化け物が出現したりするのが多いんだが、これは何の脈絡もないな。私が言えることは一つ。もし、動画で見たようなエンダーマンが出現した場合、すぐにワールドから離れるべきだ。何が何でもな。マインクラフトをやっていたらスレイヤーが現れた。奴はワールドにあらゆる痕跡を残し、私に襲いかかった。一人のプレイヤーがそう語っている。スレイヤーとは何なのか？マインクラフトにはそのようなモブは存在しないはずだぜ。幸いにも、そのプレイヤーは動画を残している。それを見れば、何かわかるかもしれない。見てみよう。映像は建物内から始まる。プレイヤーが建てた自分の拠点だろう。外に出て行商人と取引をするぜ。その後は豚や羊たちの様子を見に行く。どうやらある程度生活の基盤は整えられているみたいだぜ。アイテムもたくさんインベントリの中にある。有効モブたちの世話が終わった後は、走っていくぜ。村を少し覗いて、近くの森に入って木を少し伐採する。原木ブロックを少し取ったら、また拠点のところへ戻っていく。少しだけあれば十分のようだ。拠点の裏を通り過ぎていき、川を覗くのだが、大きくて深い穴があることに気づく。かなりの規模であることが上から覗いてもわかるため、プレイヤーは思い切って中に入ってみることにした。幸いにも水が流れているため安全に降りることに成功。いざ中に入ってみると、なかなかに巨大な洞窟だ。しかも、その下には廃坑も、プレイヤーは敵モブの攻撃を防ぎながら下に下がっていく。廃坑に降り立って適当に歩いてみると、なぜかレッドストーントーチが置かれていた。不思議に思いながら先へ進んでみると、レッドストーントーチは他にもある。誰かが置いたのか？プレイヤーはそう疑問に思ったが、今そこはシングルプレイのワールド。誰かが入ってくることはありえないんだ。念のため土ブロックで遮蔽物を作り、チェストを調べてみることに。その中には、骨と肉が大量に入っている。廃坑に設置されているチェストはそんな中身ではないはずだ。中にはそれ以外のものもある。本だ。エンチャント本かと思ったが、どうやら違うようだ。手に取って開いてみると、ただ一言、死、と書かれていた。気味が悪いぜ。プレイヤーはそれをチェストにしまって、そこから出る。ここの廃坑は変だ。そう思い、廃坑からの脱出を試みる。何事もなく出ることに成功したのだが、柵で囲っていた牛たちが消えていた。羊と豚は大丈夫なのに、牛だけ消えているんだ。しかも何か看板が立てられている。その看板には、死、と一言だけ書かれている。先ほど廃坑で見た本と同じだな。何か手がかりがあるのかも。あの廃坑がおかしいことは分かりきっているのだが、この一連の事件に廃坑が関わっている気がしてならなかった。プレイヤーは思い切ってあの廃坑をもう一度探索してみることにしたぜ。しばらく探索してみたところ、もう一つチェストを発見。その上にはレッドストーントーチが置かれており、開けろと言わんばかりだ。思い切って開けてみると中には豚肉と骨、そして一冊の本が置かれている。その本には、
キラーと書かれているだけ。まさかと思ったプレイヤーは、急いで拠点へ戻るぜ。すると、羊たちがいなくなっていた。チェストを見つけて、その中身を漁るたびに、柵の中のモブたちが消えてしまうぜ。先ほどと同じように看板が置かれているが、そこには、お前を殺す、と書かれている。ここまで来ると廃校を最後まで調べるしかない。プレイヤーはもう一度廃校へ向かうぜ。調べていると、今度はたくさんのチェストがある部屋に到着。まず小さいチェストの中は、先ほどと同じように肉と骨、そして本がある。本には、お前を殺す、と物騒な内容が、他のチェストに何が入っているのか気になるところだが、プレイヤーは一度拠点へ戻る。案の定、今度は豚が消えていた。それだけじゃない。突如空が夕方になってしまう。コマンドはいじっていない。一度眠って夜をスキップしてみることにした。動画はここで終わっている。どちらかというとスレイヤーというより、キラーと言った方が正しい気がする。最後に一瞬だけ出てきた人物、あいつが犯人だろう。一体どうやってワールドに侵入したのか？なぜプレイヤーが育てていた羊や豚を襲うのか？全くもって謎だな。みんなも、変な現象が起こったら注意しよう。プレイヤーを倒そうと、何者かが様子を伺っているかもしれん。グリーンスティーブって都市伝説は、過去の動画で紹介したことがある。これだな。クリーパーとゆかりのある存在だぜ。実は、グリーンスティーブが最近新たに確認されたんだ。その様子が動画に残っているため見てみよう。動画はプレイヤーがワールドに入るところから始まる。友人が運営しているサーバーに招待されたみたいだぜ。近くの家に行くと、友人が出迎えてくれる。その家は友人が作ったものだと言っているな。なかなかモダンな建築だぜ。他にも色々案内されるのだが、プレイヤーは遠くにピラミッドがあるのを発見。ねえねえ、あそこは探索したの？と聞いてみるぜ。あれね、あれはまだ調べていないよ。せっかくだからみんなで探索しようと思ってね。この後僕の彼女も参加するからさ、その時にみんなで行こう。どうやら友人は楽しみを取っておいたみたいだ。プレイヤーもそれに賛同。まだ友人の彼女は来ないため、二人は別々で作業をすることに。友人は温室を作るための材料を集めに行く。プレイヤーは適当にブラブラするぜ。何もすることがなかったため、少しだけピラミッドの中を見てみる。中は手つかずのままだ。そしてしばらくすると、友人の彼女がワールドに参加するぜ。友人と彼女はお互いの再会を喜ぶ。プレイヤーと彼女は初めて会ったようで、はじめまして、とお互いに挨拶していたぜ。挨拶を済ませた後は、早速ピラミッドを襲撃しに行く。中に入って誰が先に掘るのか話し合うのだが、真っ先にプレイヤーが立候補するぜ。あまりにもやりたそうに言うものだから、友人と彼女は譲る。プレイヤーは掘り始めるのだが、当然感圧板を踏まないように、周りを掘って階段状にしながら降りていくぜ。しかし、誤って落ちて感圧板を踏んでしまう。しかし、TNT のジリジリという音は全く聞こえてこない。上から覗いていた友人と彼女は驚くぜ。プレイヤーは必死に説明する。待ってくれ。感圧板を踏んでも何も動作しないんだ。信じられない様子の友人だ。そこで、TNT があるか調べてみて、と提案する。プレイヤーは地面をすぐに掘ってみるのだが、TNT はなかった。そういうことはありえない。とりあえずチェストの中にあるアイテムだけ取って、ピラミッドから出るぜ。アイテム類は何の問題もない。腐った肉や骨、エンチャントされた本があった。成果としてはまあまあだな。家に帰ってきた後に友人は、もう一度ピラミッドに行ってみる、と言って、出て行ってしまう。残された二人はそこまで気にしなかった。一方彼女は、地下へ採掘をしに行くと言って地下に行く。相変わらずやることがないプレイヤーは砂漠をブラブラするぜ。サボテンを集めたり、豚肉を集めたりする。気がつけば夜に、その時だった、友人が死んだ旨のログが表示される。ただ、殺されたとしか書いてなく、何に殺されたのか書かれていない。それが不思議だ。あ、くそ。アイテムが落ちてしまった。もう一度ピラミッドに行ってくる。プレイヤーはその様子を目撃したわけではないが、友人はピラミッドに向かったんだろう。しばらくすると、再び返事が返ってくるぜ。なんてことだ。アイテムが全部消えている。友人曰く、自分が死んだ現場まで行ったのに、アイテムが一つも落ちていなかったとか、怒りを隠しきれないプレイヤー、とにかく文句を言いまくるぜ。少しすると友人が帰ってきたため、みんなで寝ることに、朝は普通に迎えられたぜ。友人が早速外に出るのだが、おいみんな見ろよ。ただならぬ様子だったため見に行くと、そこにはエメラルドブロックが2個積み上げられていた。そんなもの誰も置いていないぜ。友人は彼女とプレイヤーを疑うが、当然二人は否定。誰も置いていないとなると、第三者が置いたということになってしまう。それは奇妙だ。すると友人が、もう一度ピラミッドに行ってみると言い出すぜ。何のためかはわからない。なんで？バカじゃないの？と彼女は止める。その時だった。
ほどまであったはずのエメラルドブロックが消えていた。映像を見ているためわかると思うが、誰も触れていないはず。ピラミッドに行けば何かわかるかもしれないと思った3人は、すぐにそこへ向かうぜ。3人で手分けをして探索する。プレイヤーは隠し部屋がある地下へ向かっていく。中に入っていくと、地下深くへと穴が通じている。これは友人が一人で訪れた時に掘ったものなのだろう。その時、緑色の何かがいたぜ。驚いたプレイヤーは地下から出る。今地下に誰かがいた。二人に急いで報告。すると、友人が穴に飛び込んでいくぜ。ちょっと調べてくる、と言って、どんどん奥へ行ってしまう。しかし、何もいないため友人はすぐに戻ってくるぜ。何もいなかった。君が見た奴はどんな姿をしていたの？と、友人はプレイヤーに尋ねる。体の色が全体的に緑になっていた。顔はスティーブだったね。可能な限りの情報を伝えるが、何せ見たのは一瞬のため、あまり詳しいことは伝えられなかった。でも、何かヤバいのがいると思い、ピラミッドから出る。その時、彼女が高いところから落ちて死んだという旨のログが出る。落ちただけ、嫌な予感がしたため二人が様子を伺いに行くと、真ん中の紫色のブロックだけが抜けていた。彼女曰く、突然紫色のブロックがなくなって、落ちてしまったという、誰かの仕業なのだろうが、プレイヤーと友人はちょうど外に出たため、手を出していない。これ以上調べてもわからないため、二人は家へ戻ったぜ。彼女はリスポーンしたため、特に大きな問題はない。それを確認して安心していると、私が来た、という緑色のチャットが出てくる。名前は、グリーンスティーブだ。お前は誰だ？このワールドにどうやって入ってきた？何のつもりだ？三人はグリーンスティーブに問い詰める。しかし、返事は全く返ってこない。すると、突然天候が雷雨になってしまうぜ。怖くてしょうがないため、三人はベッドで眠ることに。しかし、ベッドが使えない。グリーンスティーブが近くにいるため使えません。という内容の文章が出てきてしまうんだ。普通こんなのは出ないぜ。何もできないため、三人は周囲を警戒。すると、やあみんな、と奴のチャットが、すでに後ろにいる。次の瞬間、爆発、全員殺されてしまうぜ。映像はここで終わっている。動画に出てきたグリーンスティーブは一体何が目的なんだろうな。有名な目撃談では、プレイヤーを殴り、クリーパーだらけの部屋に閉じ込めるんだが、今回はやっていることが大きく違ったな。めちゃくちゃ手が込んでいるぜ。だが、相変わらず爆発するのは好きなようだ。みんなも、TNT が抜かれているピラミッドの隠し部屋や、緑色のスティーブを見かけたら、注意しよう。何をされるか分かったものじゃないから、ゲームを終了した方がいいかもしれん。はいはい。今日はここまでだよ。それじゃあまた別の動画で会おう。バイバイ。